3月24日までカナダモントリオールで争われたフィギュアスケート世界選手権。女子は坂本香織24が日本勢初の3連覇を果たしたが、男子で3連覇を期待された宇野昌磨26はフリーで失速し、4位に終わった。画像、すごいラブラブ、ホンダマリン宇野昌磨、恋人つなぎデート現場写真。10年バンクーバー五輪。 14年措置五輪に日本代表として出場しいずれも8位入賞を果たした解説者の鈴木亜子氏に宇野が失速した理由を聞いたショートプログラム SP では4回転フリップ4回転トーループを完璧に決めてスピンとステップでも最高評価107.72点をマークし今季の世界最高得点を叩き出しました それだけにフリーでのミスが悔やまれます。宇野選手は1位でフリーを迎えることになりましたが、ジャンプの感覚の少しのズレが本番に出てしまったように見えました。少しのズレでも複数あれば、そのほころびがジャンプだけの原点ではなくて、演技構成点やプログラムの評価の部分にも影響を与えます。いまいち点数が伸びなかった原因はそこにあるのではないでしょうか。ジャンプの感覚のズレ、 とはどういったものでしょうか。非常に難しい部分ではあるんですけれども、短期間でもジャンプの感覚には微妙なズレが生じるんです。特にジャンプは一瞬で成功か失敗かが決まる。SP 本番の演技を見る限りはいいジャンプを飛んでいました。ところが、フリー本番を迎えるにあたって少し感覚が実際の体の動きと噛み合わなかったのかなと。フリーの前の練習から、 ループもフリップもミスしても仕方なかったかなと宇野本人も感じていたようです。ショートとフリーのわずかな間で感覚が狂ってしまうフィギュアスケートの怖さを感じます。競技の日にピークを持ってくる難しさを今回の宇野選手のフリーの演技を見て改めて感じました。3連覇のプレッシャーが重くのしかた